狂言寺墓所は二に集大種属墓域の一福島藩主八須賀家墓所は徳島県徳島市にある徳島藩主八須賀市とその一族及び重心の墓所である。2002年9月20日、国の史跡に指定された。と、福島市民遺産選定。指定された墓所は、下助人町の助人緑地にある狂言寺墓所と、佐古山町諏訪山にある万年山墓所の2カ所である。 過疎である正勝から十三代藩主、西広島での墓がある。元来、八塚屋菩提寺としては、徳島城内に、半疎火星の伊府景で、臨在州の僧となっていた東学が解散した、高岩山副寿寺があった。1586年火星は、家女人町に、菩提寺を移し、二代忠秀が1636年に、大尾山狂言寺と改めた。寺院と、 半死かの墓域と、築地べで隔てて墓所が造営され、以後、十三代、西広島での墓が築かれた。過疎、正勝の墓のみは、塀の外にある。八代集鎮及び十代、刺激以降は、桜山町の万年山墓所に埋葬され、狂言寺墓所には遺発のみの拝み墓が築かれた。現在、狂言寺自体は縮小し、石実の面影はないが、 墓所は1985年より、徳島市によって整備され、墓地公園となっている。1766年10代藩主刺激によって、ビザン北川の万年山に、受教式の墓所が造営された。八代修鎮の墓を、狂言寺墓所より改装し、10代刺激以後、最後の藩主となる14代、持ち焼きまでの6人の藩主の墓と、祭司、親族ら67人の墓がある。 八代及び十代から十三代までは、樹脂規模と狂言時の物式拝み墓の両母性となっており、全国的に極めて得意な形式となっている。母域は、美山山町から山陸の南、佐古四番町に至り、東は新林国、西は共枝平谷となっている。美山六号目には、自然石を用い、阿波に集大種族総母域と題した。 名は3年11月付の石踏みがあり、一般に、母域の日と呼ばれる。1971年大阪府大阪市天皇区六万体町の国温寺にあった、過祖正勝の墓を頂上付近に改装した。太平洋戦争前までは、旧家神丸により維持管理され整備されていた。しかし、戦後になると管理する者も,も少なくなり、藩主の墓は、 比較的保存状態が良かったが、その他は荒廃している。特に一族の墓は1946年の昭和南海地震で倒壊したそのままの状態になっている。徳島県は国の史跡に指定されたのを機に予算計上を行い、交流化、整備に向けて動いている。藩主の墓を中心に、母被周囲の玉垣を修復し平から門の復元作業などが行われている。 ありがとうございます。